もう危なすぎるよね。スタックした。はい、皆さんこんにちは。レナです。タカです。 LT ブログです。運転中です。そうだね、ハイウェイを今ぶっ飛ばしてます。うん、もう何時間、もう5時間ぐらい。うん、まあね、今日ね、朝ヨセミテから出発してデスバレーってとこに向かってます。トータル何キロだっけ700キロ以上の距離そう、今日ね700キロ以上朝からずっと移動してデスバレーに着いて、デスバレーを見て、うん、できればちょっとだけ見たい。でも5時過ぎに着くから、もう朝9時ちょっと前に出発して夕方5時過ぎに着くっていうね。ただね、アメリカの道路広いからね、まあ、ハイウェイ走ってても、まあ、楽っちゃ楽なんだよね。まあ広大って感じね、やっぱり、ね、アメリカね。あと景色が綺麗でしょ。そう、それな。車でドライブしててめちゃめちゃ綺麗だもんね、目の前に広がる景色が。そう、まあてな感じで、まああと3時間4時間ぐらいかな、プラスで運転したらデスバレーに着くから、うん、楽しみ。行きましょう。全然音楽がなかったなかった。ラジオだから音楽流れてなかったない目の前、風力発電のプロペラが本当になんかめちゃめちゃある、めっちゃある。さすがアメリカって感じのスケールだね。やっとデスバレー着いたよ。1個目がここのプチ砂漠砂漠だね。見てこの後ろ、めっちゃ綺麗だよ。信じられないくらい、まあ、こんな感じでね、砂漠が広がってるんだよね。ちょっと奥まで歩いていけるんだけど、まあ、あ、歩いてる人もいるね。歩いてる人もいるけど、私たち時間がないな。ちょっと今日時間がないから、本当に2時間で、日の入り。ちょっと他のエリアも行きたいから、ちょっとここはね、砂漠の方までは歩かないけど、もう俺らはモロッコでね、実はサハラ砂漠ってもうこれの100倍でかいとこ行ったから、こんな砂漠見ても感動しんわ。行くぞ次今ね、これデスバレーのナショナルパークの中なんだけど、めちゃんこ広いんだよね。だからエリアからエリア、まあ、見どころから見どころに移動するのもかなり時間がかかる。今ね、車で30分ぐらい走ってバッドウォーターっていうところに来た。今白いんだけど地面、これね全部塩だよ、塩。昔海があったところで、そう、まあ今はなくなったけど塩が残った。でね、デスバレーってね、海抜0メートル以下のところがあって、多分ここもそうだよね。そうだよね、だからここ今ここ歩いてるのは海より低いところで、周りね、ほんと何もないんだよね。でっかい平野が山に囲まれてドーンってあって、まあ雪じゃねえ昨日まで雪見てたからさそう思うと不思議だよね。もう白いから雪に思えるけど、塩です、塩。まあ、あの夏になるとめちゃめちゃ暑くなるらしい。そう、このデスバレーって世界で一番暑いところでアメリカ人が言ってるんだけどそうじゃないかもしれないけど、さっき看板に書いてあったのはここが世界で一番暑いらしい。普通に49度以上になるって。じゃあ最高気温はもっと高いかもしれない。でもアメリカ人が言ってるから、まあちょっと分かんない、誇張してるかもしれないアメリカ人の悪い癖が出てるかもしれないちょっともうちょっとあっちの奥まで歩いていこうか。今ね、ちょっと奥の方まで歩いてきたんだけど、歩く時の感触がめちゃめちゃ気持ちいい。そう、ちっちゃい塩の粒子をね、潰してる感触がね、足の裏から伝わってくる。ちょっとここにこう、紐がある。ほんとだ、なんか出てるね、ヒゲ生えてる。うん、そう。ちょっと待ってて、これ硬い。ちょっと塩の味するか食べてみるわ。うん、しょっぱい。もちろん。しょっぱ。
なんか卵とかつけ持ってきてさ、こうトントンってつけて食べたらすげえ、やっぱ塩なんだね、本当に塩だね。今ね、駐車場まで戻ってるんだけど、だんだんもう暗くなってきちゃった。日の入りかな、あと30分ぐらいかな。で、まだね、あと2つぐらいのスポットに行きたいから、ちょっともうここは終わりにして次のとこに行こう。今ね、この後ろに見えてるのがアーティストパレット。今日が落ちて急にめちゃめちゃ寒くなっちゃう。寒くなってきた。もう暗くなるしめっちゃ寒くなるから、もう今日はちょっと帰ろうと思うけど、多分これもね、日が当たってればめちゃめちゃ綺麗なんだけど、今日ね曇りだし、まあ日も落ちちゃったし。何かというと、ミネラルで雪の色がなんか青になったり、紫色になったり、オレンジ色になったりして。寒いから帰ろう。見えねえか、左右、右か。ちょっと今ね、渋滞が起きてて。Have you been out and seen it yet? Do you know what's going on? No, not yet. The road's washed out. Oh, okay. Like what was back there? Yeah, just worse. Way worse. Like I think there's our Subaru stuck. All right. 道がフラッとしてて、ちょっと今さっきね、大雨が降ってたんだけど、道路が洪水状態になってて通れないらしいよ。でちなみにね、今目の前にねランボルギーニ止まってる。今喋ってきたお兄ちゃんランボルギーニの運転手だわ。スーパーカー、車がその川にスタックしてるって言った。ちょっと見てこようかな。ちょっとね、道路状況を見に行ってみるわ。ちなみにこいつランボルギーニー、めちゃめちゃかっこいい。よくナショナルパークにさランボルギーニで来たよね。すごいよね、やることが。完全に洪水してるわ。多分暗くてカメラあると見えないかもしれないけど、今1台ねこっちに向かって走ってきてるんだけど、もう危なすぎるよね。まあ多分道路に土砂が流れ込んできてて、でプラス雨水も流れ込んできててっていう感じの洪水だから、どうなるんだろうね。ちょっと一回車戻るか。続々と車がね戻ってくね。多分もうここ渡れないから、ナショナルパークの中のホテルに泊まって、もう今日は一日そこで多分過ごすしかないと思うね。はい、多分ね今日は渡れないと思う。じゃあ戻って下の道で行ってみて、それもダメだったら車に泊まるしかない。下の道もあんの？ここの、今ここにバッドウォーター、ここで、こっちの道で。あ、じゃあそっち行ってみてダメだったら車に泊まるしかない。地獄。ネットもないし、あ、でもホテルに突撃すれば止めてくれるんじゃない？まあ空いてれば、空席があればだけど。ないでしょ。みんなでもホテルに泊まるかな。でしょ。まあ一回行ってみるか。はい。ということは、下に絶対に行っちゃダメって言われて。あ、そうなの？below sea level だから。ああ、そっか。大丈夫、上に行ってビーチという町まで行って、そこから下に行けば。でこれも2時間かかるし、前回なんかフラッドした時にそっちの道は大丈夫だったらしい。こっから何時間って言った？2時間。うん、2時間ドライブ頑張れば今日のエアビの宿に行けるっていう感じね。そう、頑張って。じゃあ頑張りましょう。ああ疲れた。はい、ということでね、2時間運転して町までやってきましたね。やっと来ました。私は疲れた、運転してないけど疲れた。でも俺はねその5倍ぐらい疲れてる。まあ今日一日ずっと運転してた感じだわ。大変。まあね、でもね、道路が洪水、まあ雨が原因で道路が洪水するっていうのはね何回か経験してて、まあアフリカではね日常茶飯事みたいな感じだったから、まあ慣れっこは慣れっこなんだけど、やっぱね疲れるね、やっぱ疲れる。まあてな感じでね、もしナショナルパークとかね、まあ自然の奥地に行く人はね、レンタカー借りた場合は雨降ったら要注意ですよ、要注意。雨止んでても1時間前に降ってたらそのフラッドがね道路にやってくるから、まあ、自然にはかなわない。そんな感じですよ。人間は勝てない。そう。
今から食べて、で、ヤビ泊まって、着いて、もう本当に明日はゆっくりしよう。お前らお疲れって思った人はいいねボタン押してください。そうだね、今日のデスバレーが良かったっていう人もいいねボタン押してください。これ、ね、な感じでやっとこのビデオも終わりです。終わりです。今日も終わりです。マジで疲れたわ。おやすみなさい。おやすみなさい。バイバイ。でね、ザイオンっていう国立公園にね移動していくんで、よかった。雨だし曇ってるし霧出てるし、今ねどん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 ビューポイントに向かって見てるんだけど。